こんにちは、水木船付きチャンネル内藤和人です。今日はですね、2024年のゴールデンウィーク5月の4日になります。快晴ですね。で、今日はどこに来ているかというとですね、ちょっと見てみましょう。熱海です。今ね、スパーマリーナ熱海の方にね、お邪魔をしております。今日はですね、久しぶりに、ちょっとね、船のオーナーさんとお会いして、実はですね、ずいぶん前にですね、可愛がってた彼女がいましてですね、ちょっと再会をさせていただけるということで熱海にやってまいりました。いや、もう最高ですね、今日の天気がね。船がですね、ウェルクラフトの 46CMY コーラルズというね、船名なんですけども、かれこれ20年ぐらい経ちますかね、の再会という形で初島の方に船で渡って会いに行きたいと思います。でね、ちょっと今日ちょっと初島に渡る船をですね、ちょっと見ましょう。ボストンエラーの19アウトレイジですね。まあね、このね、アウトレイジシリーズって、私ボストン持ってた時期があったんでね、このね、アウトレイジシリーズが一番大好きなんですよね。なかなかね、いい船です。じゃあ後ほどですね、この船で初島の方に渡りたいと思います。熱海出港します。これから初島の方にですね、入港していきます。アリーナ上陸しました。ちょっとね、マリーナの方を少しね、見ていきたいと思います。上がって、見に行きたいと思います。今日のね、目的は、20年ぶりの再会ということで訪問してみたいと思います。いや、久しぶりですね、コーラル2。久しぶり、夢の島マリーナにね、あったこのコーラル2がですね、もう二十数年前ですかね。このコーラル2、このね、ウェルクラフト 46CMI っていうのは、このウェルクラフトの中で一番大きいサイズなんですよね。やっぱりね、当時このモデルがね、すっごい人気でですね、これ3階層になってるというかね、コックピットがあって、アフトデッキがあって、フライブリッジがあるというね、これすごくね、考えられたデザインで、すごくね、人気のある一定だったんですけども、最初のオーナーさんに販売したのがもう30年ぐらい前ですから、そこから、2オーナー目、そして今現在がね、3オーナー目という形で、
3オーナー目のね、あのオーナーさんが長く乗っていただいているということで、いやー本当にね、可愛がってもらってるのが分かります。いやちょっとね、ちょっと近くまで行きましょう。いやこのね、鮮明のね、コーラル2もね、これも私がいろいろね、ロゴとかデザインして、決めたステッカーですね。これね、濃紺に、ゴールドっていうね、いや懐かしいな。ね、バウスラスターはね、これ後付けですね。これ当時ね、スラスターなかったんで、うん、これねあった方がいいですね、スラスターは。46CMI、 いやー懐かしいな。ここにね、黄色いステッカーがありますけど、これね、文字が消えちゃってますけど、ここにヤナーセという文字が書かれている、ヤナセステッカーですね。懐かしいね。だってこれもう毎週2回ぐらいこの船乗ってたですからね、コーラル2越しに富士山が見える。いや懐かしいな。なんかね、本当に昔の彼女に再会したような感じの、ここね、ウェル06753H192 って書いてありますけど、これ92年モデルということなんで、1992年に作られた船です。1992年、だからもう32年前ですね。32年前に日本にやってきて、で、でね、当時私まだ柳瀬にいたのでね、営業マンとしてこの CMI を何歳の時かね、売りました。そして今ね、3代目のオーナーさんと、いう形で、つながってるというね。まあ、もちろん今はもう2年経ってますからね、いろいろとねトラブルもあったと思います。まあ、でもね、こうやってね大事にね乗っていただいてるっていうのはすごい嬉しいですね。ちょっとね、なんか見させてもらいましょうかね、せっかくなんで。よいしょ。ね、このステップ、これね、通常のステップがね、ここまでですよね。で、こう伸ばしたんですよね。で、これは2人乗りのね、ジェットを乗せるためにこのステップをね、増設したんですよね、当時ね。そのまま、ステップを増設して、懐かしい。でね、このね、ジェットのね、上げ下ろしはね、この滑車でやったんですよ、これ。ハンドで。で結構ね、これがね、うまくかなり重たいジェットスキーもですね、川崎のジェットスキーも軽く上げられたんですよ。これがね、受けがあって、どうでしょうかね、このね、コックピット、このね、コックピットがね、だからトローリングとかね、やろうと思ったらここでできるじゃないですか。そして海水浴もここでできて、でさらにこのアフトデッキがあって、ここのね、でっかい窓がね、こうオーナーズルームなんですよ。で、このオーナーズルームからも外に出れるという、これもね、当時ね、おしゃれなデザインだなと思ってね、思い出がありますね。アフトデッキの方行きましょう。そう、いやーかっこいいな、懐かしいな。そう、これね、これホキの受けです。これ船外機、結構ね、ゴムボートとか積んでたんでね、ゴムボート用の船外機をね、3馬力だか2馬力くらいだったかな、ここにね、ソケットが、受けがついて、ここに置いといたっていう感じですね。いや、いろいろ考えて作られてるんですよね。このアフトデッキのこの天井がね、しっかりとしてるんで、ここはすごくね、居心地のいいスペース。で、ここにね、ソファーがあって、で、ここにシンクがあるんですよね。そうで、このテーブル、このガラスのテーブルにコーラルってね、こう文字入ってますけど、この文字もね、私が貼ったんですよ、これこれね、裏から、コーラル2。そしてね、ここのエッチングタイプのこれもコーラル2、これもね、私が当時貼ったままに残ってます。
このテーブルはね、日本に着いてから、いろいろ考えて、これ当時ね、大塚家具に行って買ったんですよね、これ。いやー、懐かしいね。懐かしい。ちょっとね、前の方見てみましょうか。あ、ね、でこのね、コーラル2のこの前のね、デッキ、ここはもともとは何もついてない状態だったんですけど、ここにサンマットをつけて、でカバーもつけるという形で、これもね、当時ね、30年前でのまだそのまま残ってんだからすごいよね。作ったんですよね、コーラル2でね、この手すりがね、この手すりもこのカーブに合わせて、特注で作ってもらったんですよ、当時。東京のね、下品島にある坂井ステンレスさんにね、お願いをして、でこの坂井ステンレスさんもね、船をね、私から買っていただいたオーナーさんなんですけども、いやー懐かしいな、ほんと。あ、このウィンドラスは新しくされてますね、当時のウィンドラスとちょっとね、形が違う。結構ね、覚えてます。あ、このね、アンカーはね、このアンカーはね、後からこのステンレスアンカーつけたんですよ。それでオールチェーンで、このオールチェーンのチェーンもね、これ全部ステンレスに、付け替えたんですよね。思い出しましたね、これステンレスですよ。船に見てましたかね。またね、この船をね、乗られて、喜んでいただいたお客様、ゲストがね、たくさんいましたね。ここね、ウィンドウなので、明かりがね、すごく入るので、室内がね、とっても広く使えるという。やっぱデザインいいですよね、このウェルクラフト 46CM は。じゃあちょっとね、フライブリッジも入ってみましょうかね。1、2、3、4、これね、結構ね、上がりやすいんですよね、このフライブリッジがね。ちょっと低めに設定してあるんでね、カバーがね、当時の金泉さんのままですね。いや、よく持ってるな、これすごいな、今ね、田島さんになってますけどね、田島地区。このレイアウトもね、すごくいいと思いません？この後ろに、ソファーがね、これ4人ぐらいかけられて、前のね、運転席が2人がいるようにかけられて、で左舷側もね、ソファーが、ね、あるという形ですね。コンソールも、いや懐かしい、そうそうそう、いや懐かしい。フロート、これ木なんですけど、これもね、私が作ったんですよ、当時30年前。うわ、コーラル2つって、この木のフロートもね、当時のままに使ってくれてるという。いやー懐かしいな、これ。そうそうそう、まあ、GPS はね、新しいのに変えてますね、レーダーはね、そのままですね。ね、ここのボックスもね、特注で作ったんですよね、当時ね。いや懐かしいな。そう、カセットテープですよ、まだ当時カセットテープをまだ聞いてた。いや、それでは全体像を上空から眺めてみたいと思います。いや、ウェルクラフト 46CMI、 なかなかいいデザインですよね。32年前のデザインとは思えないぐらい。いや、今回ね、このコーラル2、24年ぶりですかね、再開をさせていただいて本当に感動でした、コーラル2ありがとうございます。またオーナーさんありがとうございます。さあ、それでは今度はケリージュニアの方で初締めから熱海スパーマリーナに寄港したいと思います。
ということで、無事にですね、スパマリナ熱海に戻ってまいりました。行きはねボストン の19アウトレイジで、行かせていただいて、帰りはなんとブラックフィンで帰ってきたと、このね世界の名店2席をですね行って帰ってと乗らせていただきました。そしてね今回の目的の、コーラル2ウェルクラフト 46CMI、まあ、32年前の船ですね、20数年ぶりに、再開ということで、動画をね撮らせていただきました。でまたね、夏場になりましたらですね、まあ、やっぱ熱海いいっすね。熱海の海はね、まあ、初島もあるし、まあ、むちゃくちゃ綺麗ですし、またねちょっとね泳げる時にね、また来させていただきたいなと思います。ということでまた海で会いましょう。内藤和弘でした。